どうも皆さんこんにちは。お風呂場からお送りしております限界大生のタクです。ということでですね、昨日まででね、ようやく僕の2ヶ月に及ぶ医学部のね卒業試験が終わったというところでね、まあ僕再試験にたくさんかかってますんで、これからね勉強ますます頑張っていくっていうところなんですが、明日はですね、常々、ね、動画でも言っていた通りですね、カラオケ大会に出るんですよ。今日明日で僕の大学の学園祭がやっておりまして、そこでですね、まあ、カラオケ大会があって、明日はね10人の、出演者の人たちがね出てきて、まあ、歌うという、まあそういう感じで、僕の出番は2番で、鳥とかにまあ上手い人が来ると思うんで、まあね、多分いまいちだったんだろうっていうの、審査がね、オーディションがあったんで、その時の歌った感じでね、順番決められてるんで、ちょっとね、2番からの巻き返しをね、測りたいところなんですけれども、というところでね、動画のタイトルからもわかる通りですね、今日歌の練習をしたいというふうに思います。いつもね、この動画っていうのは医学部生のね、僕がね、限界の日々を語るというね、動画なんでね、ちょっと今日だけテイスト違うっていうか、まあ明日も多分カラオケの動画になるんでテイスト違うんですけれども、どうぞご贔屓にお願いいたします。ということでね、今まで、昨日まで勉強しまくってたんで、歌ってる暇とか、まああんま正直なかったんですよ。まあなんで、風呂に入った時とかね、口ずさんでなるべく、覚えるようにねしてたんで、ちょっとね2番と3番といいますか、僕フジファブリックさんの若者のすべてという曲を歌うんですけれども、ちょっと2番の最後のところと3番のなんか最後に歌うところみたいな歌詞が微妙に違うところがちょっと不安っていうね、いやーなんかすごい、なんかまたね、なんでこのテストだけじゃなくてこのカラオケ大会もね、このなんか前日徹夜で勉強していくみたいなね、こうなんか感じでいかなきゃいけないんだっていう感じなんですけれども、まあ学生時代最後の思い出としてですね、気持ちよくね歌うことができたらねいいかなというふうに思います。ということでね、今年歌うってことで歌の練習はしてきたんですけれども、明日は大舞台でね、みんなをこう目前にして歌わなきゃいけないんですよ。これ多分緊張するなと思って、オーディションすらちょっと緊張したんですよ。で、声とか震えるとあれなんで、まあ今日はね、皆様、視聴者の皆様にですね、もうちょっと緊張してちょっと噛み気味なんですけど、今日も、歌をね、聴いていただくということでですね、緊張への慣れ対策をしたいということでね、ちょっと歌いたいというふうに思います。で、カラオケに行って歌えるわけでもなくて、このアカペラで歌うんで、ちょっとカラオケの環境に寄せようということで、お風呂場でやっております。ということでね、今日はお風呂場なんですね。ちょっと反響するんで、カラオケのね、マイクを使って歌ってるみたいな感じがね、出るかなっていうような、そんな効果をね、狙っております。というところで、早速歌っていきたいと思います。若者のすべてという曲、YouTube 上にカラオケの音源みたいのがね、作ってくださってる方がいて、ちょっとそれをお借りしてね、歌うって感じで、使うんですけど、本当4分58秒のね、歌の全部の長さなんですけれども、なんか明日の歌の大会が4分半までしか、時間ができないっていうことで、僕の方でね、ちょっと編集させていただいて、その4分半にしてね、やらせていただきます。ちょっとこれやっていいのか微妙なところなんですけど、すいません、ありがとうございます。使わせていただきました。非常にね、カラオケの音源として作られたデータとしてはね、すごい素晴らしいやつでね、本当にありがとうございます。というわけでね、早速歌っていきたいと思います。いや、なんか、緊張しますね。なんだっけ、プロの人が、YouTube で歌うやつ。なんかあるじゃないですか、そういう番組。あれで、ファーストテイクだ。みんな歌う前に、緊張しますね。っていうのはね、何なんだろうとか思ってたんですけど、歌う前ってなんかこの喋ってる感じから急に歌おうとすると、なんかあれじゃないですか、なんか言わないと間が持たないなと思ってね、ちょっと納得ですね。ということで、フジブファブリックさんの若者の、これで開かない、フジファブリックさんの「若者のすべて」という曲をね歌いたいというふうに思います。これからね一晩でもしこのコメントとかでこういうふうに直したらいいよとかいうのがあったらね対応してね明日ね試験みたいだな行くんでねぜひコメントいただけると嬉しいです。ということで早速歌っていきましょう。真夏のピークが去った天気予報士がテレビで言ってた。それでも未だに街は落ち着かないような気がしている。夕方5時のチャイムが今日は
なんだか胸に響いて、運命なんて便利なものでぼんやりさせて、最後の花火に今年もなったな、何年経っても思い出してしまうな、ないかな、ないよな、きっとね、いないよな、あったら言えるかな、まぶた閉じて浮かべているよ、世界の約束を知って、それなりになってまた戻って、街灯の明かりがまた一つついて、帰りを急ぐよ、途切れた取り戻したくなって、最後の花火に今年もなったな、何年経っても思い出してしまうな、ないかな、ないよな、きっとね、いないよな、あったら言えるかな、まぶた閉じて浮かべているよ、スリムいたまま僕は歩き出して、最後の花火に今年もなったな、何年経っても思い出してしまうな、ないかな、ないよな、なんてね思ってた、参ったな、参ったな、話すことに迷うな、最後の最後の花火が終わったら僕らは変わるかな、同じ空を見上げているよ、ありがとうございました。いやー、音外しますね。歌ってて気づいたんですけども、なんか5、6箇所目音外しましたね。実はね、この撮影に先立ってですね、歌えんのかなっていうところでさっきちょっと歌わせていただいたんですよ、自分でね。で、それ録音して聞いてみて、あ、結構いけてんなって思ったんですけれども、いざね、このカメラを前に、まあ、要は人を前に、人の目を意識してね、歌おうとするとね、結構音外しますね。音外すし、一番高いとこ、声出てなかったですね。ちょっと改善の余地ありというところで、ちょっと緊張のあまりペラペラと喋ってしまいました。ということでね、ちょっと息苦しいんで開けます。まあこんな感じでね、フジファブリックさんのね、若者のすべてという曲、僕大好きな曲なんですよ。まあそもそもこのカラオケ大会に出たいっていうのも、まあ人前で歌ってみるっていうね、経験は貴重なんで、やってみたいっていうのもあるんですけれども、実際去年もやってるんですけど、僕がうまく歌える曲、そのカラオケで高い点が出る曲っていうのを去年は選んで、まあそれも大好きな曲ではあったんですけど、今年はどっちかっていうと、その自分がね、歌いたい、もうこんな場で歌えたら最高じゃんみたいな曲を歌おうっていうことでね、まあ大学生、最終課程、卒業できればの話ですけれども、今年で最後っていうことで、僕的になんかその
大学までが若者って言えるのかなってなんとなく思ってて、若さ、年齢っていうよりもその若い、その若いうちにいろいろやっときなみたいな、そういう若いってあるじゃないですか。そういうのって大学までなのかなっていうのがあって、なんでその僕の大学の使命的なね感じでね、この若者というのすべてという曲をね明日はね歌いたいなというふうに思ってます。そんな感じでございます。いや緊張した。もう普段はね喋るのなんてもう最近緊張もしなくなってるんですけど、なんかすっごい緊張しました。伝わっちゃったかな。緊張してるのって人に伝わるんですよね。ということで、まあ今日はちょっとイレギュラーな動画になりましたが、なんとかね、人前で歌うと多分音を外すところをなんとか改善して、明日はねもう大空にね響き渡るようなね歌をね披露できたらいいかなというふうに思います。ということで、ちょっとイレギュラーな企画だったんですけども、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひね、こんなこういうとこ直したらいいよとか、ここは良かったよとかね、コメントしていただけると嬉しいです。なんか変な緊張しました。ということでね、今日の動画、こんなところで終わりにしようと思います。質問箱やってるんで、ぜひツイッターにも来てみてください。チャンネル登録と高評価ぜひぜひお願いいたします。ということで、また明日のおそらくカラオケの、動画ね、生の本番の動画を配信するんでね、そちらの方でお会いいたしましょう。本日も、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。